さんこんばんは。今回はハリアー PHEV の新車流し運転を兼ねて兵庫県から神奈川県箱根、そして伊豆半島へ旅行に行き、往復1000キロ走行の実燃費の解明をいたしました。このパスワードどっちやん。カーメルツメで押して C。 あ、大文字とかもあんて、うん、ちょい、おい、繋がった Wi-Fi。 OK やろ、繋がったやろ。こうなってんねんな。こうなってんねん。 OKOK、 これでいいの、うん、もうこれでもうめくったね。 OK、 で、これでも Wi-Fi できてるやん。出発しようか。今 EV 走行マックス74キロ走る、うん、満タンしてるけどな、うん、5点倍、うん、な、うん、4時間20分、高速まで、うん、早ない。そうな、うん、な、うん、そうやな、420な。よっしゃ、ここに行くで。ETC カードが挿入されていません。まだ58キロしか走ってないからな。航続距離885キロ走んねん。1300キロちゃうん。公式とだいぶちゃうやん。まあ行ってみようか、うん、今37キロ走って EV 航続距離が42キロ。まだ1時間ぐらい。42キロで残り32やから、やっぱり航続距離を追ってるな。きっちり85キロ行ったわ、うん、規定通り行ったわ。ハイブリッド、ハイブリッド。 EV 走行0キロから17キロ走ったこの時点で11キロチャージしています。下り坂やブレーキングなど、この回転数内でアクセルオフならチャージします。はい、とりあえずいいかね、休憩。車内 Wi-Fi で電波強いな。これすごいで、リセット間平均燃費 20.7 ぐらいで、アルファードの 2.5 倍やな。あ、もうめっちゃ混んできた。すごいな。この辺の人らにしたら取ってことないのな。渋滞してきたから、チャージモードにしたら徐々に充電しようねんな。これはすごいな。綺麗な、すげえ。はい、来ました、真正面。ここまで家から400キロか。ばあちゃん、リリー見た目箱ねーって感じする。うどんのご飯なんやろ。午後もか、あの子もご飯楽しみやわ。着いた着いた。走行距離520キロで、出るとき58キロやったから、462、自宅から462キロで、残り359キロまだ走れるいうことやな、うん、リセット間平均燃費 19.4、 めちゃめちゃええやな、うん、リセット間平均燃費が下がったのはチャージモードにしたため。チャージモードは峠の下り坂などでほぼアクセルオンしない時などに使うと効率よくチャージします。
アニマルキングダム伊豆。伊豆アニマルキングダムに案内しますか？はい。案内を開始します。有料道路、その先、国道135号線を通るルートです。実際の交通規制に従って走行してください。入れたままなの？うん、よっしゃ、行きましょうか、うん、さあ、で行きましょうか。大丈夫かな、ごーちゃんたち、うん、アニマルキングダム。これ下の方に行くね、うん、南伊豆の方に。東伊豆やからあれ、うん、これ峠も抜群にええな。うわ、すげえこれ。すごいな、富士山。箱根十国峠。十国峠。すごいな。峠下るだけでチャージされてんで。まあ言うてたな。すげえ、もう61今溜まった。出る、2人とも。何人だ、違う、どっちだ。効率のいい運転速度は時速80キロが最も高燃費につながる速度だと思います。EV モード、ハイブリッドモード、チャージモードをうまく使い分けると、さらに高燃費で航続距離が伸びることと思います。自宅に到着しました。今回トータル走行距離が1014キロ、リセット間平均燃費が21キロ、帰りにもう1回ガソリンを満タンにしましたが、1回の満充電とガソリン満タンで航続可能距離が900キロ、カタログ記載値のほぼ7割といったところですが、タンク容量が55リッター、リセット間平均燃費が21キロということは、航続可能距離は1155キロということになります。いろいろと寄り道したこともあると思いますが、プラス最高のパワーと高燃費を実証しましたので、個人的な感想では高性能ハイパワーエコマシーンと言えるでしょう。長時間乗っても疲れにくい乗り心地とシート形状、そしてハンドルの質感は最高でした。それではご視聴ありがとうございました。